はい、どうも。今日からのソフトバンクとの首位攻防戦、負けたら優勝はほぼなくなるかもしれません。ミソです。はい、本日はですね、こちらパワプロ30周年記念胸ムソ6度肘について改めて引くべきか解説させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。86前にもう一キャラくらいね、新キャラが来るんじゃないかなというふうにね、お話ししてたと思うんですけども、その新キャラが、はい、このね、クイーン心と、まあ、高木幸子の2人になったということで、まあ、これ以上はもうね、86万にさすがに新キャラ来ないだろうと見込んで、昨日はこの2人は、まあ、引かなくていいんじゃないかなという結論付けさせていただきました。じゃあ肘は最終的にどうすればいいのっていうね、お話をさせていただきたいと思いますので、興味があるという方はぜひ最後までお付き合いください。では早速ね、結論から言ってしまいたいと思います。こちらの胸無双6度ひじりちゃんは引いてくださいということでね、はい、本当にね、コナミさん、運営さん、申し訳ございませんでした。このひじりちゃん出た当初は微妙なんじゃないのとかね、はい、これどうやって使うんって思っていたんですけども、使ってみたら想像以上に強かったっていうのが現実でございます。はい、改めてね、理由の方をお話ししていきたいと思います。まずですね、このひじりちゃんなんですけども、通常バージョンだったりね、水着バージョン、巫女バージョン等の在庫があるという方は30連で簡単に45作ることができるんですよ。まあ、確定分が30連になってるんですけども、30連目に絶対に SR1 枚確保することができます。はい、この SR の母体を生かして、まあ、PR 等で開放していけば簡単に45を作ることが可能となっております。で、30連という見方をすると石115個の消費で済みます。はい、これが本当にでかいと思いますね。115個で45を作れるんだったら、これはもう回しちゃって、いいんじゃないかなというふうに思っております。でね、性能面なんですけども、当初はね、微妙だと思っていた得意練習ね、肩守備練習なんですけども、それが気にならないくらいに、やはりですね、テーブルがめちゃくちゃ優秀なんですよ。テーブルの方をね、今一度見ていくんですけども、はい、まずは骨イベント率アップ 40% 持っておりますに加えて、骨イベントボーナス 140% で、試合経験点ボーナスも 20% 持ってるということで、もう帝王のサクセスに欲しい三種の神器全部持ってるんですよ。しかも高い数値で所持してるということで、これ持ってるだけで、本当に強いですね。はい、で、覚醒もしていて、練習効果アップ 20% と守備上限プラス6。守備上限は PSR の覚醒になるんですけど、まあ、これは最悪なくてもいいという中で、これでね、練習効果アップも持ってますので、もう練習にいてくれるだけでね、バーニング練習等の経験点も伸ばしてくれますので、まあ、これも非常に強力かなというふうに思っております。で、まあ、このひじちゃんなんですけども、まあ、肩守備の得意練習のせいで、まあね、打撃とか筋力での複数タックは見込めないんですけども、このテーブルの強さのおかげで、道中の猛特訓での経験点、そして帝王勝負の経験点、さらにはバーニング練習も大気練習にいてくれるだけで飛躍的に経験点伸ばしてくれるんですよね。帝王っていうのは複数タックが大正義というわけではなく、そのバーニング練習に行ったキャラの骨イベントボーナスが追加経験点に反映されるということでですね、まあ、このひじちゃん 140% の骨イベントボーナス持ってますので、例えばダブルタックプラスひじちゃんだったり、トリプルタックプラスひじちゃんっていうね、感じでも全然経験点もらえるんですよね。はい、なので、肩守備練習っていうのも、まあそこまで気にならないかなというふうに思っております。まあ、なんだかんだ言ってまとめると、全然悪くない性能でした。はい、というところでですね、はい、本当にね、運営さんには申し訳ないなという気持ちでございます。115個で45作れて、全然性能面も悪くないってなったら、これはもう引きでいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、なので、まあ、最初に出して引くべきか動画とは、ほぼほぼ真反対の、結論になりましたね。はい、最初はあのガチャ期間ギリギリまで粘りましょうっていうね、形だったんですけども、今回はもう引きでいいかなと
というふうに結論付けさせていただきたいと思います。はい、なので、まあ、皆さんもねひじちゃんを使ってねぜひサクセスやってみてはいかがでしょうか。で最後にまあ軽くデッキ編成の、紹介もしていけたらいいかなというふうに思っております。まあ最強決定戦期間とかね、ほぼほぼキャッチャーだったと思うんですけども、はい、まあ、キャッチャーはもうこのデッキですね。はい、大谷、ルーカス、翼、友沢、立川、聖、まあ、サポートはまあ割と自由枠ですけども、まあ帝王キャラプラス木地田、藤崎勝利、まあここも別に彼女キャラであれば誰でも OK でございます。はい、まあこの編成がまあ一番今のところ経験点査定が出しやすいデッキになってるんじゃないかなというふうに思っております。パワちゃんの若干経験点がね試合経験点とか落ちたりね、する中で J16 の選手作られてる方が2人もいたのかな、はい、という感じだったので、まあ、このデッキ組めれば今のところは間違いないかなというところですよね。まあもうベンチがキャッチャーまみれになっちゃうのはちょっと今は仕方ないかなというふうに思っております。で、外野手ですね。外野手もまあこんな感じで組めるんじゃないかな。大谷、翼、アレフト、友沢、三笠、聖、まあ、サポートは全く一緒ですね。はい、まあ、こんな感じで組んでみてはいかがでしょうか。まあアレフトがね本当にちょっとコツイベントボーナスだけないんですけども、それ以外は意外とマッチしてますので、はい、査定も新アーティストに伸ばせますんでね。はい、まあ大筋肉の枚数を少しでも積みたいというところで、まあアレフトを入れてますね。でミカサはシコの外野手というところでございます。でまあ二遊間編成もいけますね。はい、大谷、翼、甘露寺、友沢、立川、聖、サポートに、サポートは同じですね。はい、で二遊間編成の場合は大器5枚積むことできますので、まあ意外と破壊力のあるねデッキ組むことができます。はい、やっぱここに来て甘露寺さんがね未だに強いっていうのがね、すごいところですよね。であとはまあ汎用編成ですね、ファーストとサードかな今で言うと、だったらこのデッキかな。大谷、翼、アレフト、友沢、立川、聖、サポート全く一緒。はい、大器5枚一応詰めてますが、思考がないので、まあ、査定は若干伸ばしやすいですけども、まあ、他のデッキとほとんどね、変わらない形でね、サクセスすることができますので、査定は落ちるけど、経験点自体は全然出るかなというふうに思っております。早くファースト、サードの思考キャラが欲しいかなっていうところですね。はい、っていう感じで、まあ、ひじちゃんはどのね、ポジションでも、活躍することできますので、はい。コスパ的にもめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思ってますので、はい、評価は全く見直しまして、ガチャは引く方向でぜひお願いいたします。はい、110個であればね86の確定分にもそこまで刺さらないと思いますし、今ねチャレンジだったりね、この30周年記念パーティーとか、あとは、このパワーストーンのね8月分のチャージキャンペーンとかで石取ることできます、もらうことできますので、はい、まあ頑張ってね、86までの、石は貯めていただけたらなというふうに思ってます。86のガチャもまあ9月の、2週目くらいまでね、ワンチャンやるんじゃないかなと思ってますので、まあそこまでだったらね、石が確定もいくつだったっけ、ちょっと最近ガチャ最初のね、6連ガチャとかに変わったので、まあ正確な数字は読めないですけども、だいたい400個くらいですかね。はい、86のガチャ石使いますので、まあ、そこ逆算してぜひね、石貯めてガチャ引いていただけたらなというふうに思っております。はい、という感じでね今回のひじちゃんの解説を終わりたいと思います。チャンネル登録しててもぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。